7月6日、横浜市都筑区の加賀原地域ケアプラザで50代からのメイクを学ぶ講座が行われました。さまざまな化粧品が市販され、メイクの方法も増えている中で、自分に合ったメイクができるようになるための講座です。講師を務めた清水さんは、20代と50代ではメイクの方法が変わってくると話します。理屈通りにやるのが50代以上になってくると違うんだなって、お母さんなんか綺麗になったねって、例えばご主人からも、あ、なんか違うね今までとって、言ってもらえるとやっぱり嬉しいですね。トライしてみて。5回連続講座の3回目となるこの日は、参加者から質問の多かった目の周りのメイクを学びます。瞳を大きく見せるために薄い色のアイシャドウを広い範囲に塗ることや、使うブラシの種類についても説明があり、流行りの涙袋を作るメイクも披露されました。またまつげの際に講師がアイラインを引いて塗る位置を参加者に確認してもらいました。でもはっきりします。お化粧の基礎がよく分かったので、すごく普段にも使わなくちゃなと思います。お化粧に関してはあまり関心無関心だったんですね。でもこちらに来ていろんなことを学んで、今度からはしっかりメイクをしようかなっていう気持ちです